タネポックル。パパとママには内緒のお話。沢村一樹。古い木にはタネポックルと呼ばれる木の実の妖精が住んでいるらしい。よく見るとタネポックルの三兄弟が何やらひそひそ話をしています。ずっと雨が降らなくてみんな困っているから何とかしなきゃ。そうだ、雨降らしの仙人に手紙を書いて渡しに行こう。でも仙人のところへ行くには怖いネズミの森を通らなくてはなりません。ネズミは木の実を食べるのが大好き。ガリガリとかじります。大丈夫、僕がタンポポの種でひとっ飛びしちゃうから。おっきいお兄ちゃんが張り切って言いました。タネポックルたちは木の実や種ととても仲良しなのです。でもパパとママには内緒だよ。心配するから。準備 OK。 行ってきます。頑張ってね。風に乗ってぐんぐん飛んでいきます。あれ、遠くから飛んできたのは幸せの青い鳥。応援してくれているのかな。今日はいい日になりそうです。ついてるついてると、思ったら、いただきます。バックーンと大きいお兄ちゃんを食べてしまいました。どうしようどうしよう。大丈夫、僕がくるみの船に乗って助けに行く。今度はちっちゃいお兄ちゃんが勇気を出して言いました。でもパパとママには内緒だよ。心配するから。準備 OK。 行ってきます。わかった、頑張ってね。川をぐんぐん進んでいきます。あれ、餌もつけていないのに魚がかかった。ついてるついてると、思ったら、いただきます。大きな魚が飛び出してバックーンとちっちゃいお兄ちゃんを食べてしまいました。どうしようどうしよう、大変だ。さらに、いただきます。さっきの青い鳥がやってきて、なんと魚をバックーンと食べてしまいました。どうしよう。よし、今度は僕の出番だ。一番ちっちゃい弟が言いました。でもまだ小さいのでタンポポもくるみもうまく使えません。大丈夫、歩いていこう。でもパパとママには内緒です。走ったりジャンプしたり、木から元気をもらってみたり、ピンチになってみたり、登ったり転がってみたり、歩き疲れてヘトヘトになっていると、おや、こんなところにタネポックルなんて珍しいな。どうしたんだい。ウサギとカメが声をかけてきました。お兄ちゃんたちを助けに行って仙人に手紙を渡すんだ。それは大変だ。よし、僕たちが連れて行ってあげよう。よーい、ドン。早い早い、ウサギがビュンビュンかけていけます。あっという間に着きそうです。ところが、疲れちゃったからちょっと一休みしちゃおうかな。ウサギはお昼寝してしまいました。やっぱり、ここまでありがとう。お兄ちゃんたち
大丈夫かな。さて、お兄ちゃんたちは、あれ、ここはどこ？あれ、ここはどこ？あれれれれ？お兄ちゃん！無事に出会えたのでした。ゴロ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 。ん？この音はひょっとして。ブリ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 ！お兄ちゃんたちは勢いよく外へ飛び出しました。その頃、一番ちっちゃい弟は？一番ちっちゃい弟は迷子になって、なんだか変な木の生えた森へ入ってしまいました。すると、おやおや、種ぼっくるだ。キャー！なんと、怖い怖いネズミたちに会ってしまいました。種ぼっくるを食べると、とっても元気が出るんですよ、ボス。よーし、それじゃあガリガリと食べてしまおう。行け、大ネズミ！ガオー！大変です。一番大きくて怖そうなネズミが襲ってきました。キャー、助けてー！ドーン！お兄ちゃん！いたた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 。キャー！ネズミたちは大ネズミの顔を見て大騒ぎ。一体何があったのでしょう？にゃー！猫？びっくりさせてごめんね。ちょっとネズミになりたくて変装していたんだ。僕たち、雨を降らせてもらいに大急ぎで仙人のところへ手紙を渡しに行くんだよ。それなら僕の友達に頼めばひとっ飛びだよ。ひとっ飛び？猫が紹介してくれたのはあの青い鳥でした。さっきはごめんね。お詫びに僕が連れてってあげるよ。これで仙人のところまでひとっ飛び。あっという間に仙人の家に着きました。雨が降ってくれますように。ポツ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 。雨だー！わーい！やったー！ありがとう、仙人のおじさん。きっとあの手紙を読んでくれたんだね。でもこのことはみんなには内緒だよ。だってパパとママに怒られちゃうから。古い木には、種ぽっくると呼ばれる木の実の妖精が住んでいる、らしい。種ぽっくるのお話、いかがでしたか？上のお兄ちゃんと2番目のお兄ちゃんがバクーンと食べられてしまった時はどうなることかと思いましたが、無事みんなの思いが届いてよかったですね。他にも私に読んでほしい絵本がありましたら、ぜひコメント欄でコメントください。お待ちしてます。では、市川由衣でした。バイバーイ。